はい。FM 小座をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は11時1分を回っています。9月13日、旧暦、7月23日、小座じらばの時間です。沖縄市中央パーカーベニュー入り口、国道330沿いにあります。FM 小座のスタジオから生放送で、私、田辺幸がお送りしていきます。 この番組では沖縄に伝わる音楽、芸能の魅力を歌者、アーティスト、楽器制作者、イベント企画者、研究者、民謡ファンなどなど、芸能に関わる方の生の声でお届けしてまいります。琉球芸能の知らなかった側面にリスナーの皆様と一緒に出会うことができると嬉しいです。さて、台風でね、今風がだいぶ強くなってくる時もですね、道になんかいろんなものが飛んでいたり、 あの、収集、ゴミ収集される前のゴミ袋がドーンって道の真ん中にあったりして、割とちょっと結構物が飛ぶぐらいの風になってますので、皆さん注意してくださいね。飛びそうなものはしまってください。<laughs> 固定するとかね。よろしくお願いします。あとあの、ヤシの木のなんか葉っぱとかね、皮、木の皮みたいなの、でっかいのがよく道に落ちてるじゃないですか。あれ私、ぎょっとします。 <laughs> 何が落ちてんのかなって近寄ると、ああ、ヤシの葉っぱか、みたいな。ねなれ、皆さん慣れてるかもしれないですけど、私は未だにぎょっとしますね。はい。まあ、でも直撃ね、あんまり今日が一番ひどい。今日か明日、今日の夜ぐらいが一番ひどいみたいなので、このあたりはね。ご注意ください。さて今日はね、こんな好転の中、ゲストにも来ていただいてますので。 楽しくお送りしていこうと思います。よろしくお願いします。ええー、とですね。あ、そうだ。さっきのね、前の番組 GMK でピンクドットのお話されてましたけどね。9月23日にあります。那覇のテンブス、那覇ビル前の広場ですね。出るんですよ、私も。<laughs> なんかね、ちょっと遊びで出ようかなと。 踊るんですけど、まだ練習できてなくて、かなり不安ですけど、まあ、踊りが好きなんですよ <laughs>。全然あの、踊り子ではないんですけど <laughs>。歌は頑張ってるんですけどね。踊り子ではないんだけど、やっぱ踊りは好きで誘われるとついね、やるみたいな <laughs>。やるって言っちゃったんで、この23日やるんですよ。出番2時台だったかな。 よかったら見に来てください。めっちゃピンクのミニスカート履いて踊りますので <laughs>。よかったら <laughs> 来てください。そうそう皆さん一週間いかがお過ごしでしたかねまあ私もいろいろあの、合わせのちょんだらの、あの、余興が、余興で踊らせてもらったり。夕方だ、夜外だったのでかなり踊っていて気持ちよかったですね。あとは、 なんかあったかな <laughs> なんか先週あの、ご紹介していたうんじゃみはね、ちょっともう寝過ごしていけなかったです。かなりそれは悔しいんですけど。あとあの、食いしかがん寺大会とかもあったみたいですけどね、行かれた方いたらぜひレポートまた送ってくださいね。メールアドレスは7 6 1アッ m マーク f m c o j p です。 また、ユーストリームとツイキャスで放送もしていますので、よかったら、FM コザのホームページから覗いてみてください。では、一曲お届けしてゲストのコーナーに参りますね。では、くんじゃんでー服お届けします。 ディオーチャルモノヤ、FM コザ76.1メガヘルツ、コザジラバラヤヨヤロ。コザジラバをお送りしています。今日はね、ゲストに、あの、だが、 木奏者の尾長みどりさんに来ていただいてます。早速ですが、あちょっとマイクを前にあすい,いません。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやすごくね。興味を持ったんですよ。あの以前。 うーん琉球大学の方で、あで台湾の文ン,ン族の小学生が来てあの現地の歌とか踊りとかを見せてくれる時がありましてそのの時に講演もされてましてでその中にあのお話しされてまして、はい、すごい活動をこの映像と言葉で教えていただいてたんですけどすごく興味持ち,持ちましてあ,ありがとうございます。はいあの 台湾でもやっぱり原住民の伝統文化歌とか音楽とかこうやる人が少なかったり言葉もなんかこうなんていうか中央の言葉に統一されていっていたけれどもそれをなんとかこの絶やさないようにっていうそうですねやっぱ歌っていうのがすごく大事で,、はい、でやっぱあとその原住民っていう表現に対してやっぱ差別用語じゃないかっていう話もあるんですけど。はいはいはい あの台湾では原住民が正しい言い方で。はい、あの少数民族とか、あの先住民族とかっていうのは向こうでは。うん、あのあまり、もう消えゆく人たちみたいな印象になるので。ああまあ、ちょっと向こうに合わせて、日本でも原住民という表現に統一してます。あ、ねはい、あ、こっちでもまた印象違ったりしますよね。で、その活動に、あの。たま、たまなんですよ。たま、たまなんですよ。うんはい でやっぱりそのよく、まあ、台湾の,その財団の話を聞いたらやっぱり沖縄と同じ問題を抱えてて、はい、その現地の,その各部族の言葉と芸能がやっぱり新しい世代はもう全然伝わってなかったりとかあの中国語はしゃべれるけど部族の言葉はしゃべれないとか、はい、だから会話はできなくても,もうどうにかして歌だけでもいいから残そうと。 でやっぱりそのインターネットが非常に発達してるのでものすごい山奥でもインターネットをつながるとやっぱりそのネットでヒップホップとかロックとかでもそれ聴くこと自体は全く問題ないんですけどもやっぱ村祭りに全然参加しなくなっちゃうのでやっぱりその若い世代のアグレッシブな要求も満足できるような芸能を間にもう一つ何か挟もうと。それであの財団が いろろんな世界の祭りを探したところブラジルのサンバいいじゃないかと。はい、で性別関係なくて人数関係なくて、うん、1>, 1人でもよくて300人でもいいと。はい、であじゃあこれがいいとでもブラジル音楽を学びたいわけではないので、はい、打楽器だけを持ってきてで打楽器で叩いてで、まあ、それで伝統的な儀式のオープニングだけ子どもたちがそれで出てで終わったら楽器を置いて本来の部族の。 歌をやるとその練習を学校でやってるんですね、うん、で学校でサンバの楽器とあの打楽器と歌の練習打ちたら子どもたちよく来るんですよ、うん、小学生も中学生もやっぱ太鼓叩きたいので、うんはい、なのでやっぱ太鼓まあ A さんもそうですけど太鼓だとこうなんかこう興味を持つとかその太鼓がつなぐ、うん、その 魅力とか、そういうのっていうのは、やっぱり国籍関係ないんだなというふうに思いました。翁長さんは打楽器奏者ということで、ブラジルのサンバとかがメインですか。いえ、えっとね、カチンバでも今演奏させていただいてますし、はいあ,はい、あと。あのジャズの人たちとやったりとか、はいはい、まあ打楽器全般ですね。<ー>はい、なんかプロフィール見てたら、サンダーとか。 大好きです。私も好きです。<laughs> もうフリー大好きです。へぇで、この、んなんでお声がかかったんですかもう私も不思議でしょうか、ね。<laughs> なので、やっぱり向こうもネイティブの人だとやっぱりそのブラジル音楽をちゃんと教えちゃうので、はいはい、そうじゃなくて、うん、なんかこういないかとで。そしたら私はちょっと12年住んでて、 東京にも住んでて沖縄にちょうど戻ってきててでそして彼らもやっぱりいろいろ検索してでそしたらそのブラジルにも12年住んでて、はい、あの浅草のサンバカーニバルでも、はい、その審査員をしてる極悪なバ,バアが沖縄にいるぜあいつを呼ぼうって近いし <laughs> 審査員されてるんですかやりや審査員してる人あ極悪な審査員をしてたんですよ <laughs> もう呼ばれませんけどおかげで。 でまあ、あいつ、こいつ面白そうだから呼ぼうってことで、7年前ぐらいから行ってます<ー>、はい、あ、じゃあもう7年続けておられるんですか。え、はい。今日はだから、この人と、まあ、そこに暮らす人と芸能の関わりとかをちょっと聞けたらなと思って、はい、はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。<ー>はい。も私ももう手探りな感じです。もう中国語も全然覚えられないし、はい、なんかもう、うもうでもなんかどうにかなってるっていう、なんか不思議な感じです。はい。 いやでも太鼓教えるのにあんまり言葉いらなさそうですね、うこうだよ、こうやってみてみたいな。それで、どうにかなってるいううそれでやっぱり今まではやっぱり打楽器の演奏だけが中心で、であと、一番の理想は私が必要でなくなるというのが一番理想なんですね、うもう彼らだけで勝手にどんどん、はい行くというのが。でで今現地のの指導者も,もう育ててるので 前に比べたりくく回数も減ってすすごくいい感じで、えー、なので今度は今歌と打楽器の伴奏を一緒にやるという試みで今回初めて CD を作,ん作りました、はい、なんか皆さん聞かれてもこの原住民の言葉とか音楽とかがどのようにこの現代の,あの流行ってるものと違うかっていうのがピンとこないかもしれないのでちょっとまず曲をかけたいんですけど、はい、それではですねはい,い、えー ルカイ族っていう、はい、あの結構高知,高知の南部の高い山の方に住んでる部族の、えーはい、あじゃあ曲名も言っちゃいますね、はいはい「エンブロイデリー」これは「あの畑の編み布」というその農業で使う布のことを歌ってるんですけれども、うん、この歌詞の中に「まあ、涼しい風太陽土木のこ陰、蜂蟻鷲、し」 とぶとりおじいさんおばあさんお父さんお母さんお疲れ様ですっていうやっぱりその感謝の気持ちと農業に込めた歌です。はい、うんはい、ではお聴きください。 プロイデリル海賊の歌をお聞きいてきたました、はい、素敵ですね<敵>子供たちの声はもう素晴らしいです子供たちなんですねはい歌ってるのは現地の小学生と中学生の混成チームでギター弾いてるのも地元の中学生の男の子が弾いてくれましたはいあのもうゆったりしたこの農村の風景が広がるようなもう素晴らしいですはいで言葉もあ中国語じゃないなル海語ですねあ、うんはい すごいゆったりしてて気持ちいい何か風がくるような感じでしたねこの、えー、と子たちは、えー、とでもネットでロック聴いてたりシムスリはヒップホップ聴いてたり大好きですだからこういう音楽にはそれまで興味がなかったっていうかそうですねあんまりないかも、うん、でしゃべる言葉も中国語です中国 あ、じゃあ普段は中国語だけど歌の時だけこうやって。そうですね。で、それを教えてる青年の人たちはまあかろうじて日常会話ルカイ語できるんですよ。<ー>なので、まあ歌を通じたり、であと太鼓を叩く練習の時とかに指示とか、もう少し前に来てとか、はい、片付けてっていうのを、はい、ルカイ語でやったりとか。全く、はい、沖縄と一緒ですね。一緒で一緒で、だからもう本当に。 台湾のの沖縄は全く一緒です、はあえー、こエイサーの掛け声で、はい、あのもう一回っていう時に「ナーティー・チェイ」って言ったりするぐらいのね、はい、そういう短いのだったら使ったりするじゃないですか、はいはい、でそこから少しずつどあの会話ができるように、はああ、はいえー、一緒です、ね、一緒です一緒ですい、はあ。で、そういうところに行って、はい、このワンクッションあのいきなりヒップホップからこのねゆったりした歌っていうのはやっぱなかなか大変なので、ねはあ、やっぱ あの毎週練習にちゃんと来てもらう、はい、で歌もどんどん覚えてもらう、うん、まあそのためにはやっぱり間にワンクッションで打楽器を置くっていう、はい、太鼓っていうのはもうあのつなぐ役割としてはも素晴らしいですよ、はい、すごいいい考えですよね太鼓太鼓様ですよ本当にへえ<ー><ー>打楽器みんな好き大好きうんき,叩きゃ音鳴りますもんね鳴りますねそれで、ね、<laughs> 子どたちがやってるんでこれ別の場所なんですけども でそれであのパレードとかに出たりとかするんですよ、うん、でそうしたら、それを見たおじいさん、おばあさんたちが、うん、私もやりたいと。<ー>ということであの、南東のプーリーの方ではですね60以上のサンバチームのおじいさん、おばあさんチームも教えてますよ。えー、あー、じゃあこれまた,た楽しみが <laughs> やってます、で、えー、いや、重いですよって,って言ってるんですけど、あ、はいまあ、普段 ね、農作業で30キロとかなんか今でも持ってるんでこんなのへでもありませんって、うん、おばあちゃん、75歳ぐらいのおばあちゃんがもう思いたい子持って、全然平気。じゃあそこの台湾の民族楽器ではないんだけれども、まあ、どこの太鼓でもよかったんだけどっていう。ま、そうですね。だからその逆に台湾の芸能じゃないのでいろんな部族の人たちが気軽に入りやすい。そっか,、はい、そ,っかそっか、どこでもない。はい、どこでもないので、はい。はい ニュートラルで。で、教える人も特にブラジルの人ではなくてっていう。まあ、何人でもいいんですけど。はいはい。その辺が敷居が低くて、だから、官民族の人たちのサンバチームももちろんあるし、ハッカの人たちのサンバチームもあるし、だからその辺がみんな共通してて、平等でいいんだと思います。なるほどね。これが近いどこかの民族とかだと、いや、うちは違うってなるところを。ブラジルだから、もういい感じで無責任になれていいと思います。そうですね。 ももう反対側ですんねはあ面白いちょっとあの今日生演奏もしてもらいたいんですけどせっかくじゃあ一緒にやりましょうはい私すごい下手くそなんですけどえっとですね持ってきてるのはですね鈴とゴーヤーマラカスとえこれなんていうんだっけな親指ピアノです親指いい音ではできるかなみたいな

これなんか民謡かなんかやっても合うと思います。楽しいです、はい。三振が入ってきてもいいと思います。今全く離離しでいきなり本番でやりました。<laughs> ありがとうございます。ますバッチリです、バッチリです。すごい。はい、本当に私でできるから誰でもできます。全然大丈夫です、大丈夫です。もう楽しいですね。またちょっと三振を入れて今度はやりましょうね。かまだから全くこれと同じことなんですよ。うん、打楽器だったら なんか無責任にできるっていうどうにかなるっていう何にでも合うはい何にでも合うっていうなるほど素晴らしいですね、はい、でねみんなが食いついて練習にも来るようになってく、はい、るんです今ですからね、うん、60, 60チームぐらいありますええーはい、実はあのこの沖縄市にもですね何年か前にあのパイワン族の学校2チーム、はい 公演ししてまますすそうななんでお世話ににりました本当映像で私はね、その公演の時見させてもらったんですけども、も、はい、本当にあの道に、はい、あのパレードみたいな感じで。ミュージックタウンの前でどかじゃかやりましたよ、私たち、もう素晴らしい公演させていただきました。はい、じゃあ、このサンバのなんか行列みたいなのを想像してもらったらいいですかねえっとですね、なんて言ったらいいんでしょうね。その なんかこっちで沖縄カーニバルとかでで,ですかじゃなくてですね、はい、えっと国際国際音楽祭、はい、かなんかの時に<ー>はい、はい、やりました、はいまあ、とにかく道をあの車が通る道全部止めてはいそそうですそうでですす太鼓持って、はい、太鼓みんな並んで,、はい、でその時はパレードじゃなくて定点で演奏、うん、して歌とかとあと歌とかとあと ちょっとその現地の儀式みたいなやつも、ちょっと皆さんに見てもらったりとかしたので、結婚式の時の様子と、結婚式の時に歌う歌とか、うそういったのもやってもらったので、んはい、なんか入り口ってね、本当に入りやすかった。なんでもいいんじゃないかなと思うんですよ。もう私も多分、最初は沖縄の歌聴いたらすごい。あ、沖縄の歌が好きで、沖縄に来てるんですけど。 何この不思議な歌声はって思ったんですけど最初は坂本龍一さんのなんかいろいろアレンジされたのを聞いて入ったんですよね。全然 OK だと思いますね。そこからもう今はどっぷりはもう本当に民謡が大好きになってるんですけどだからねとっかかりとしてね。何でもいいんですよ。何でもいいんですよ <laughs>。何でもいいんですよ <laughs>、ねはい。はい。 音楽って入ってて入きやすいいじゃないですか,、はい、なんかいきなりしゃべれって言われたらいろいろ「イントネーションはどうなるの?」とかね,考え,ね考えちゃいますけどね、うん、音楽だったらねもうすぐ「島まくとば」の日もありますけど、はい、本当になんか歌ってるうちに沖縄の言葉もなんか理解できるようになってきたし最初はもうちょっと間違ってもなんかね全然大した問題じゃないんでんかそれふうみたいな、はあ、はい。 時に英語の歌をなんちゃったで覚えるとももう全く一緒でいいと思いますそうですよねはい意味わからなくてもいいです。いんですいいんですいいんですその五感が美しいとかもうそれから入っていいと思いますありますよねじゃあ台湾のこのいろんなところを回られてるんですか一箇所じゃなくて相当あちこち来ます結構田舎のど田舎のホテルもないもう田舎で学校で寝泊まりしてはい そ、はいまあ、それはそれはでまた面白いんですあのまたちょっと曲かけたいんですけど、はい、これはあのそうですねあの録音エンジニアを連れて行って<ー>で今回は歌をで残すからみんな歌をみんながやりたい歌はどれっ,って言ってこの歌で太鼓を入れたいとで、うん、各学校が選曲した。うん 曲ですで私が選んだわけではないきて曲で「えー、これで太鼓入れるの?」って最初ちょっと驚いたんですけどあでも逆に向こうがやりたいって言ったのにこっちがアレンジしようっていうことで。 トライしましまた、うん、これはこの民族に伝わるちょっと交渉されてきたみんな古い曲ばっかりです、うん、で彼らも録音始めたのですごい一生懸命練習したそうで<ー>、はい、あじゃあこの歌自体の録音がもしかして初かもしれない彼らにとっては初ですうはい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 へえじゃあちょっと次の曲を紹介して次はですねあのセデック族、はい、セデック族の「拘金の歌」あのビヨ,ビヨンビヨンですね、はい、それやっぱ古くから向こう伝わるので 金の歌でちょっとこれラブソングなので愛の決別と再出発子供が歌ってるんですけど、まあ、そう古くからつ伝わる歌だそうです。<laughs> はい、はい、どうぞ 苏拉黑奴多玛多萨，乌鸦用舌头。 笑ってる声は実は録音した自分たちの声を聞かせたんですねそしたらも「えこんな声で歌ってんのギャハハハってその笑い声がとてもかわいいので最後に使いましたへえーはい、声もかわいいしかわいいですなんかすごい清らかな感じでも小学生です あのでも、愛の決別と、そのラブソングですね、大人のラブソングなんですけども、も、うん、昔から伝わる、地域に伝わる曲で、これをやりたいと。でも、こうなんか、単純なメロディーのリ,リピートだから、面白いですよね、はいはい。多分もしかしたら、何人かで、その節を臨床するのかもしれないですね。かか作業しながらとかああとあ この最初のこの節は A が歌って次は B が歌って次は C が歌って,て、うん、そこにちょっとアドリブが入っちゃったりとかねそういう可能性もあるんじゃないかなで<ー>、はい、で歌う歌うすね、はいはい、あ。 いやーもうめっちゃ楽しそう私もうすぐあの意味は分からんけど真似して歌ってこの仲間,仲間に入れてもらいたがるそ、はい、うですね、はい、へえでこれはもともと太鼓入ってない歌入ってないです、はい、でもその「抗菌」は入っててああ抗菌でリズム取ってみたいなそうですああなるほど、はい、面白いですでこれはあの CD ブックになっておりますのではい 詳しく歌った子供たちとかがですね。ああ、写真も入ってるし、解説も入ってし。ビヨンビヨンしてるの。はいはい。で、中国語と日本語で入ってますので、歌詞カードも入ってますので、この歌を習得したいっていう方は、これを聞いてこれを見ればできるんですね。見ればできます。めっちゃこのブックも可愛い。もうすごい大変でした。なぜかって言ったら、その、中国語も入ってるので、構成とか。はいはいはい。 構成できる人限られてますよね <laughs>。いやもうそれはもうあのメールで向こうとやり取りして、なので二年ぐらいかかってしまいました。へえ、これってどこかに売ってるんですか、はい？これはですね、うちの店でしか売ってないんです。<laughs> 他にも置けたらいいんですけど、<laughs> はいはい、まあなんかこういう趣味性の高いのはやっぱなかなかなのでぜひプンガポンガに買いに来てください。プンガポンガは那覇にはいある広瀬市場の裏に。 あるんですであと「プンガポンガ」で検索したらフェイスブック出てきますので、えー、電話とか住所とかありますのでぜひ。で,結構ね、休んでるんですね私がちょっとライブとか録音とかツアーですっちゅう休んでいつ空いてるんだって怒られて。 音楽ミュージシャン活動しながらお店もされてるから、はい、そ,やっぱそれだけじゃ、ねはい、生活も大変ですし、はい、でお店だけでも、ね、また生活大変だしいろいろやってやっとっていう <laughs> じゃあ開いてたらラッキーな <laughs> あ、ま、だできれば電話番号も公開してますのでお店のフェイスブックの中には電話<あ>番号も公開してますのでそ開いてるかをチェックしてから、はい、で皆さんあの来てくれます。そこで、CD、も 売ってますのではい、はい、ぜひよろしくお願いします12年間ブラジルに行っておられたんですかはい、はい、行ってましたはい。ま、うん、1990年から2002年なのでもうだいぶ前ですけどね、うん、はい。それは音楽をやりにですかそうですねやりにっていうかまずサンバチームがどういう場所でどういう人たちが集まってどうやって練習してるっていうのが知らなかったので,、はい、で情報もないし、はい、その頃は ビデオもないし、CD もないし、何もない時代なので、妄想しかないので、レコードしか売ってなくて、そのレコードもなかなか買えなくて、レコードジャケットの写真でしか判断するものがなくて、それで現地行った方がいいというので。へあ、それが知りたくて、見たくて。ああ、私もそんな感じで沖縄に来ました。あもうだから、いいと思います。だからやっぱり、現場に行くっていうのが一番いいです。ですよね。 自分のの目で見るっていいいうのが一番ね東京とか、まあ、京都とかでもありはするんですけど一応教室がそうですねでもまあとにかく現地,現地で見たいので、ね、今ほど今ほどっていうかネットも何もない時代なので、うん、情報はゼロなので、うん、やっぱ本場がいいです <laughs> 何を知らない方がうん,うん,、うん、なんかね <laughs> もうそれはそれで、まあ、両方いいですね、うん、あったらあったりしなくて,はなくても。うんうん ななななないといけないとけじゃくくてなくてもどうにかなります、うん、文字で知った情報ってなんか分かった気になるけどね、はい、目で見たのとの、ね、まあそれは確認,確認していくみたいなね。そうなまあ、あとは今その台湾は、ね、やっぱ沖縄から飛行機で1時間ですからね今法年祭とかもあるけど法年祭以外の原住民のお祭りとかもありますしまあ観光用のお祭りでもあれは観光用だから って言っても、まあ、それがきっかけで、ね、入り口にもなりうるので、観光の。芸能もたくさん見てほしいと思います。はい、観光、そうですね。沖縄でも観光地でやってる、その観光用のやつも、うんうん、まあ、あれも一つのきっかけになるので。そうですよね、はい。いいと思います。だから、那覇とかのね、居酒屋とかで歌ってる沖縄民謡も入り口になっては、ね。入り口になるので、はい、もう全然問題ないので、とにかく、あの、日本語が。 喋れる方はあの中に誰かは必ずいるので、うん、あなたの村ではいつこういうのやってるんですかとかねああ日本語通じるんですかで通じる人が必ずいるので<ー>日本語できる人いませんかって言ったら、はい、はいはいはいって,言って <laughs> 必ずどっかから出てきてくれるのであじゃあ結構安心していけますね 情報収集は楽だと思いますすごい。ブラジルは言葉は勉強全然できないで行ったんですよ。<laughs> すごい。いやーもうあれ、若いからね、うん、やっちゃったねって感じでしたね。治安が悪いとかそういうことも何も知らないで行ってるんで。はいはい、でも、なんかひどい目にあったことは一度もないです、はい。やっぱりこれ、ブラジル音楽が好きで行ってるから、向こうも分かるな。んでしょうね。要するに私は結構もう、実はすごいばあちゃんなので、復帰。 沖縄復帰前っていうのがありまして復帰前はですねもうよくこの小座で遊んでたわけですよはいはいへえそっかでもんか沖縄出身なんですねそれ忘れてました今ブラックミュージック大好きでもうコ座にはお世話になっちゃってソウルトレインとか大好きでまあ復帰したのは中学生だったのではあへえ 全然なんか年齢とか超越してこのね髪の毛も超ピンクでめっちゃっ愛いとか <laughs> またやっちゃったんですまたやっちゃっためっちゃにやってますよだからまあ復帰前にまあ f e n のテレビっていうのもありましてはい、はい、まあそれでソウルトレインとか見て<ー>でも復帰したんですけど中学校の時もまあこの辺でよく遊んでたので<ー>、はい、中学生<ー>高校生ですね、はい、沖縄の環境もあるんですねあると思います。うーん えっと、なんかメッセージ来てるんですけど、はい、北野リスさん、こんにちは。ルカイ語も言葉の継承の問題があるんですね。う内縄口が若い世代に継承されない問題にも似ていますね。その土地土地の生活、風景が思い、あ、浮かんでくる。そんな音楽、言葉が奏でる、音の魅力、言葉の魅力が継承できたらいいですね。いや、もう本当に全く、うん。うそうです。そうですよね。やっぱ、あの。二つ。二つやりたいんですね。要するに。 最先端なそのなんていうの例えば中国語を中心とした最先端な生活もやるけども,はい、はい、もこの時には例えばその原住民の,、うん、その伝統的な、うん、もう100年も200年も300年も400年も前からやってることも同時進行でやると。うん、だから何かこう古い根っこがちゃんとあるものと最先端。 両方を常にできるるようにななといいかなって思いました。この普段生活する仕事ではこの電気使っていろいろなんか最先端なことしててでもこの今日はちょっとあの運慶あるからちょっと今日は <laughs> あのエーサー行ってくるみたいなでも普段はもうなんかこう株式市場のもうトップクラスの幹部なんだけどもその時はもう。 そのエイサのおじさんになってるみたいな、そういうふうな両方。かっこいいですよね。ね、どこの国もやっぱり。伝統、地元の伝統とかはあると思うので、うそういうのが二つ常に。両方。できるようになるといいかなと思いました。なるほどな。今日は田植えだからとか。俺、田植え行かないといけないから。はい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 。うん ねえそういう人私の周りには結構いいます、はい、だからそういう人がもっと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 増えてはい、はい、それがもう普通になるぐらいにそうするといいなと思いましたう、ね、うんなるほどなるほど、はい、いやーいいですよじゃあちょっとまた曲をもう一曲おかけしたいんですけど、はい、この「パイワン族」あそうですね、はい、これはですね実は打楽器入ってないんです、はい、これは歌とピアノだけです、うん でこれは普段のの生活への感謝ですねでみんなで歌いましょう素晴らしい日々をで日々変わりなくいつも通りに普段普通に健やかに過ごせる日々に感謝するという、うん、へだからいかに普段の生活が厳しいかってことですよね<ー>その生まれた歌の背景にはそうかはい普通に暮らせるお水もある敵も襲ってこない、うん 食べ物の備蓄もある、うん、もうなんて素晴らしいって台風もないだからやっぱ厳しい環境で生まれた歌だと思います<ー>、はい、逆にこういう歌が生まれるってことは厳しいものすごい厳しい環境だったんだと思います、うん、これも相当古い歌です、うんうんはい、ではパイワン族のルミお聴きください。 家族のルミー聞いていただいています。すごい哀愁が。そうなんです。もう大作なんですね。これ、うん、あのピアノはですね、東京のジャズピアニストの板橋文夫さんに、はい。びっくりです、ね、無理やりお願いして。<laughs> すご<い>無理やりスケジュール開けてもらって,、はい、ておりました、えー。すごい。で、なんかちょっとブルガリアンボイスっぽくてもう大好きです。これ素晴らしいんですね。うん、この小学生と中学生の姉妹が歌ってるんですけど。はい、まあ、彼女たちは、まあ、たまたまですけど。 パイワン語がある程度できて親もできてそれは珍しい方なんですね珍しい方ですで先生も「これパイワン語で何て言うの?」なんて言って彼女たちに聞いたりとかしてましたのでだからその地域でのパイワン語の歌の将来的リーダーになる子ですねこの子たたち沖縄市にに来来てまますすすよ今度ら絶対行きごい 期待しますよねこの歌声だったらやっぱり、はい、でネイティブスピーカーってね沖縄でも本当にネイティブスピーカーのこんな小学生とかってめったにいなくないですかいないと思いますね,ねまあいるところにいるかもしれないんですけどまあ小中学生でまあこの姉妹はねまあ、たまたまですね本当にね<ー>、はい いや、だからちょっとこの沖縄の状況を今後どうしたいかっていうのをみんな考えてると思うんですけど、はい、そういう時にね、この先にちょっと進んでる台湾の状況とかもね、見たらどうかなと思いますね。そうですね。うん、あとやっぱりその原住民委員会っていう、原住民に関する行政の独立した省もあるので、はい、やっぱ予算もあるので、は,はいはい、はい、はい。やっぱ学校の教材で、 小学校中学校を週に1回原住民のことを習うっていうのがもう決まってて、うんはい、で言葉とかのほかにあの、まあ、食べ物とか儀式とか昔の狩りの仕方とか模様とかって、うん、そういうのを全部そのインターネット化してるんですね、はい、教材が教材、はい、デジタル化してて。その教材は 全部フフリリーーでで、うん、私たちにもフリーですーー全世界の人たちにそれを興味があるんだったらどうぞ使ってくださいっていう最先端の教育をもうすでに取り入れてるのでうもうじゃあ国が結構力入れてです、ね、力入れて,てます、はい 1> 週1回時間作ってなかなかね結構な分量ですよね結構なやつでその時にはその地元のネイティブの方が教えに来ますうんだからその時の学校の先生が取ってつけた何<ー>かこう 知識を生徒じゃなくて、にわか仕込,込みじゃなくて、その地域の。そういった先生を。ちゃんとお金払って。<laughs> うん、はい。で選んで。んはい、やってもらうか。うん<ー>、その辺はすごいなと思いました。沖縄。ないですからね。ないですよね。も、ま、う、ね。やらないといけないと思います。はい、本当に。はい。 今日はいろいろもう時間になってしまったんですけど、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、あのね演奏活動もこういうね、はい、いろんな芸能とか文化活動も、これからも。ますます頑張って。はい、いやもう私の方がもう習うことばっかりで、はい、はい。やっぱ人生面白いのいっぱいあるので、皆さんもそれぞれの地域の。いろんな、あのお祭りにも、あの無責任にどんどん顔出して。うん、はい。とただ見るだけもう全然オッケーです。はい。 参加してほしいと思います。はい。今日はありがとうございました。まだまだ聞きたいんですけど。どうもありがとうございました。なん、はい、か近々のなんかライブとか。ありますか近々、はい、のライブなんかいろいろね。終わっちゃ、もう先週ちょっと東京で、ね。はい,はい、はい。先場清彦さんの。うん。あ、じゃあ、東京でされたりとか沖縄でも。はい。はい <ー>ということで、はい、じゃ、これからもチェックしたいと思います。よろしくお願いします。<laughs> お店にも遊びに来てください。ぷんがぽんがね。はい。ね、はい。はい、これからはちゃんと開け、開けてます。はい。はい。今日は尾長みどりさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましあと二分、ちょっと。 がすごいですよ、もう団地に。すごい。その台湾。政府が、はい。要するに、その。教育。に、その原住民の。取り組む。予算とか。そうですね、はい。ね、はい。だから、やっぱり。 まあ台湾全土の中で言えば少数民族いわゆる少数少数な数ではあるんですけどその人たちのこうんていうかな元からある芸能を持った台湾人が高いレベルの教育と労働者になるってことはものすごい国の力になるので。 別れてしまいがちですよね。はい、だからそれは、だから日本はそれで発展したわけじゃないですか。はいはい。ちょっと時間がない小田次郎馬を送りしております。わあ、めちゃくちゃ面白い話を CM 中にもお伺いしていたんですけどね。ちょっと番組までから一人で聞きましょうね。<laughs> また皆さんにお伝えします。えーっとですね、もうそろそろエンディングなんですけどメールあの NG さんありがとうございます。えーっとね。 旧盆も終わって一週間経ちましたけど、ね、今度エーサー全島エーサー祭りですね、っていうメッセージ来てますね。台風気になりますけど、どうでしょうね。多分大丈夫そうですけどね。あの、全島エーサー祭り、沖縄、えー。9月15日金曜日、道中ね、16日土曜日青年、沖縄市青年祭り、17日日曜日は最終日、沖縄市小座運動公園陸上競技場であります。 ぜひ皆ささん言ってください、えーね、NJ さんは、えー、とこれは沖縄関連イベントが首都圏であってそれを見てきたという、ね、レポートと写真を送ってくださってます。ありがとうございます。また時間なくてごめんなさい。<laughs> また後で読ませていただきます。ありがとうございます。秋、え、田、ー、のリスさん、尾長さん頑張ってください。応援してますって来てます。はい あと、ツイキャスレナさん来てますね。ありがとうございます。じゃあ、そろそろ時間となってしまいました。皆さんももっと聞きたかったですよね。ちょっとね、自分で咀嚼してまた来週以降お伝えします。<laughs> ありがとうございます。本当にね、いろんなお祭り見るだけでもさ、あとね、参加も私はどんどんしたらいいなと思います。 前エーサーがあるでしょ今度しばらくね A ー,ーで沖縄盛り上がってますけどねそれも参加するのもいいと思いますじゃあまたあの <laughs> もう時間がない <laughs> じゃあまた来週聴き手渡辺ゆきでしたありがとうございました